ガリマール出版社は、フランスを代表する出版社の一つ。1911年創立。フランス文学の振興に寄与し、フランスに、世界の文学を紹介している。1908年から新フランス評論誌を出していた、アンドレ・ジットラの編集同人が、図書の出版のため、ジット、ジャン・シュランベルジェ、ガストン・ガリマール出資の合名会社、新フランス評論出版社を、 1911年パリロックに設立した。まず、ポール・クローデル、ジット、フランシス・ジャム、サンジョン・ペルス、ジュール・ロマン、ポール・バレリー、マルセルプルースと、ジャンジ・ロ・ドゥラの作品を出版した。第一次世界大戦後の1919 19年、新フランス評論出版社は株式会社、ガリマール書店に発展し、ガストンの弟も役員となり、その後次第に、 ガリマール一家が経営に加わった。1930年、社屋を7区に移した。ガリマール書店は、アンリ・ゲイオン、マルタン・デューガール、ポール・モラン、アンドレ・マルロー、ルイ・アラゴン、ポール・エリュ・アール、アラン、ルイ・アラゴン、ジョゼフ・ケッセル、ジャン・コクトーフロイト、ジュール・シュペルビエル、アンドレ・ブルトン、ルイ・ジュ・ピランデルロ、アンリ・ミショー、イタロ、ズ・ベーボ、ヘミングウェイ、 サンテグジュペリラの著書を出し、専属的な作家を増やしていった。また、創書、映画雑誌、音楽雑誌、大衆文学、児童文学、新聞などへ、間口を広げ、それぞれの領域の清水を伴いながら、社業は拡大した。ナチスによる非占領期にあたり、新読のドリュラ・ロシェルの新フランス評論編集長就任を占領軍に強いられた。 言語の球団はドリュラ・ロシェルの新フランス評論の方へ矛先を交わして切り抜けた。など1961年、社名をガリマール出版社に変更した。過去の作家の全集は1933年以来のプレイヤード奏書が刊行を続けている。1975年にガストンが没した後は息子のクロードが社長を継いだ。そして1988年、 クロードの後を息子のアントワーヌが継いだ。外部リンクを参照。また、ありがとうございます。